レタスは地中海沿岸、西アジア原産の菊科秋野の下種族の一年草または二年草。野菜として利用される。和名は地社。欧米では、葉部分を主にサラダ、ハンバーガー、タコスなどに利用し生食するが、フランスでは、ソテーにすることもある。紀元前6世紀よりアケメネス朝、ペルシアで栽培が始められ、古代ギリシャでは、ビ薬、サイン薬として、 広く食された。日本の多くの地域では古くからカキチサが食用利用され、1697年に出版の農業全書にも栽培や品種、調理法などが記されている。現代の市場にはタマレタス、リーフレタス、サラダ菜など様々あるが、日本においてはクリスプヘッド型のタマレタスが主に流通し、サラダにして生殖することが多い。その他、 味噌汁やスープの具、おでんの添え物やお浸し、蒸し煮や炒め物、チャーハンの具など、もろもろに調理され、各家庭から料理店と広く用いられている食材である。中国などでは中華炒め、鍋料理、クリーム煮など、加熱調理することが多く、葉だけでなく茎も重要な食材となる。また、加熱することによって、独特の苦味が弱まるとともに、うま味が増す。レタスは、 生育初期の茎が非常に短く、ロゼットを形成する。他の野菜と異なり、高温条件が続くと、開花のために茎を伸長分子させる。この現象を中大という。レタスでは一般に非平均温度の積算が1700、摂取2500度で芯が伸長し始める。開花時には、茎を伸長分子させ。 直径1センチメートル程度の黄色いタンポポを小さくしたような花をその先につける。なお、開花時間は非常に短く、朝の1から2時間程度しか咲かない。繁殖用にする際は、中大が起こる前に収穫しなければならない。新鮮なレタスを切ると白い乳状の苦い液体が浸出するが、これはポリフェノールの一種である。レタスの語源はラテン語で、 牛乳という意のッ楽であり、また和名の地者もグサの略で、共にレタスの切り口から出る液体の見た目に基づきつけられた呼び名である。鎮静作用のあるセスキテルペノイドのラクチュコピクリンがわずかに含まれており、レタスには軽い鎮静作用、催眠促進の効果があると俗に言われているが、本種には効果を期待できるほどの量は含まれていない。 19世紀頃まで鎮静剤として利用されていたのは本種ではなく同族のワイルドレタスである。俗説で玉レタスを4分の1程度食べると眠くなると言われ、韓国では仕事前の職業ドライバーが食べてはいけない食べ物として知られている。ビアトリックス・ポーターの絵本、フロプシーの子供たちの記述をアイデアに関西テレビにより発掘。あるある。 大辞典内で実験結果がデ造された。デ造の理由は、もともとラクチュコピクリン含有量の少ない本種を水分の多い生の状態で使用したため、どんなに大量に投与しても糸通りの結果が得られなかったからである。レタスは、その特徴により次の種類に分けられる。宮崎正勝、知っておきたい、食の日本史、角川学芸出版、角川ソフィア文庫、 2009年223ページ。ISBN 978から4から04から406412から9。ありがとうございます。